はい、こんにちは。今回は、何回もやってるネタなんですけど、この間コメントで、PS3 の 3D 化しようと思ってますみたいなことをおっしゃられた方がいらっしゃってね、そのネタをパクるわけじゃないですけど、僕も前から興味がすごくあったんですよ。で、YouTube でも、その、外国の方からですね、日本人の方から水冷にトライしていらっしゃる方結構出てるじゃないですか。いいなと思って、やりたいなって思ってたんですけど、ちょっといろんな余裕がなくてですね、で、ついこの間、よいしょ、また見つけたんですよ。これね、また見つけたんですよ。初期型の、PS3 ということでね、やっぱりやるなら初期型ですよね。僕も今初期型1台持ってるんですけど、今現状ね、問題なく動いてるやつをですね、分解で、まあ、その壊すのって嫌じゃないですか。なので、まあ、今現状こいつ、あれらしいんですよ。YLOD、BLOD、赤点滅で起動しないっていう症状らしいんですね。で、ハードディスクなしで1000円ということですのでね、こちらちょっと使っていきたいなと思います。まず直さなくちゃいけないんですけどね、まず直す。今回は直す。直せなかったら次がない。そういうわけでございます。では早速ですね、こいつの症状をね、ちょっと確認していきましょう。はい、赤点滅ということでね、嘘偽りない状態でございます。ということでね、分解していきます。もう分解はね、いっぱい上げてるんで、カットしていきます。はい、途中経過ですけど、ここまでバラしました。で、この蓋外したんですよね、これ。そしたら、多分前の持ち主さんが、これ、1円玉挟んでますね。一応やったみたいです。ね、やりましたね。1000円で買って4円返ってきました。還元されました。昭和60年の1円玉ですよ。昭和56年。これは平成2年。これは平成、昭和60年。ああ、古い1円玉ですね。はい。ということでね。続けていきたいと思います。はい、基板だけになりました。厳密に今基板にくっついているのも多少残ってるんですけど、まあ基板だけの状態ですね。で今回、問題になっているであろうやつはですね、こいつとこいつです。こいつとこいつの今ついているやつ全部きれいに取って、で、フラックスですね、フラックス。フラックス買ってあるんで、フラックス入れて、で、ヒートガンで温めるっていう、そういう、古典的なやつです。それでとりあえず起動まで今回はやりたい。で、起動まで行って、もろもろそれで起動できたら次のパーツを買って、まあ、第2弾でね、一番やりたいことをやっていきたいなと思います。とりあえずじゃあこれを拭きます。はい、ではですね、これにこのフラックスをね塗っていきます。フラックス、私が使うのはフラックス H722 ということでね、宝山株式会社さんのものです。なんか Amazon で検索したら結構な割合で出てくるやつだったと思います。 Amazon で遠い昔に買いました。やろうと思ってね、ずっとやってなかった。本当は PS4 の時もやろうかなと思って、これやろうかなと思ったけども、やったら最後だしと思ってね、やらなかったんだな。でもこれは1000円ですしね、私の目標はこれより先にあるんですよ。なので、それを達成すべくですね、ちょっと今回は強気でこれをねやっていきたいなと思っております。よくよく思えば軍手がいったかもしれんな。これ軍手がないと厳しいかもしれない。今回の話で言うとね、フラックス塗って、最終作業をね進めていくんですけど、今回のポイントで言うとね、あれですよ、あれです、平らな状態にしておいてくれということらしいんですよね。傾いた状態で、ね、やっちゃうと誤ったね形で固定がされちゃうんで、あとフラットな状態にして最終的にね冷やすということを、心得た方がいいっていう風に先人はねやってましたね。僕は大体こういうことをやるときはもう日本人のから外国人の方からもういっぱい見ますよ。で、自分の都合のいいやつだけを採用します。いい方法じゃないです、自分にとって都合のいいやつを採用します。で、今回も正攻法で言えば、他の部品にかからないようにちゃんとマスキングしてからやるべきだと思うんですけど、めんどくせえなと思って、上手に塗ってやんよっていうね、そう、俺はこう見えても小学校の時に塗るの上手だねって言われたんだから、2年生の女の子にね、もう子供ながらに興奮しましたよね。はい、ちょっとこんな感じでね、このキワキワで塗っていくんですよ、こうやって、いやーって
いやって。こういうのはあんまりね、欲張ったらダメなんですよ。ちょっとずつやったら大丈夫。はい、ちょっとカメラ撮りにくいんで、ちょっとやめますね。はい、立てたりしながらね、この隙間に入るように、だいたい3周ずつぐらいやりました。あとはヒートガンを、当てていくということでございます。で、今回私が使うヒートガンはですね、昔、その昔買っておいた G-BOSS さんのホットエアガンっていうね、三金正治さんが販売してるやつですね。これも Amazon で買いました。もしあれだったらリンク貼っておきます。別にあれですよ、買ってくれって言われるんで、どんなの使ったのっていう時のために貼っとこうと思います。もっといいやつとかもっと安いのあると思う。これね、多分1番目か2番目ぐらいに安かったやつを買いましたよ。ハイだったら600度で、ローだったら300度なんですよ。だいたい何度だったかな500度ぐらいでやれってことだったんで、ハイで離してやりましょうか。ちょっとカメラ危ないんで、カメラちょっとどけますね。さすがにちょっとこれで燃えたりしたら嫌だし。はい、心配性なので本当はダメだと思うんですけど、もうしばらくだけ当てました。なので1分半ぐらい当てたかな。で、この状態で冷やします。15分間ぐらい。冷やして、落ち着いてから次裏返して、裏返した部分も、塗ります。で、この今乾かしてる状態でなるべく触らないようにしてください。熱いのもそうなんですけど、胃がんでくっついちゃう可能性があるんで、それはちょっと気をつけましょう。あとね、もうすでに実はこれ基板がね、基板曲がってんすよ。大丈夫かな？動くかな？まあ動きはいいんですけどね。はい。じゃあ待ちます。はい、今裏返しました。裏返して、これとこれがさっき温めたやつの裏になるんですけど、その裏にですね、ヒートガン当てていきます。今度は25秒ぐらいですね。いきます。はい、無事ね、温め終わったやつが冷めてくれたので、冷めたので、グリス塗ってですね、仮組みして起動するかどうか見ていきたいと思います。仮組みしました。だいたい刺せるとこ全部刺してね、なぜかこれが残ってるっていう状態でございます。これ何のやつかな？後で見たらわかるんですけどね。まあ、起動すりゃいいやっていうことで、どうせとまだトライアンドエラーしなくちゃいけないかもしれないんで、ズボラだ私はこのままね、起動チェックしていきたいと思いますよ。動いてくれ。いきます。せーの。いったか。いったぜ。いきましたね。起動したぜ。起動はね、多分これで大丈夫でしょ。まあ、ドライブとかが行ってた場合は、それはちょっとまた考えますけど、あ、やっぱやっといた方がいいね。そこまでやろうか。はい、ということでね、無事ゲームも全部、ワン、ツー、スリーとできまして、動作の方は問題なさそうな気がします。で、やっぱりね、すごい熱いんですよ。今回ね、何が熱いかって電源がめっちゃ熱い。電源がめっちゃ熱いから、今これ冷やしてるんですけど、電源めっちゃ熱いんですわ。よし、ちょっと電源冷やす方法を考えるのと、水冷をやろうかなと思ってるんですけど、ちょっとね、いろいろ難しそうです。水冷ちょっとこの後調べて、できそうだったら水冷するし、水冷できなさそうだったら空冷、もうちょっと頑張ろうかなとは思うんですけど、一応これまあベースとしてね、どうせできるようになったよっていうこの状態にしておいて、
ちょっと次のステップは時間をかけてね、ちょっと考えたいなと思います。もしなんかそういう面白そうなサイトとか、なんかこうやったら簡単だよとか、こういう風なキットがあるんだよみたいなのあったら教えてもらえたら大変助かります。もしよかったらコメントください。ツイッターの方でも構わないので、なんかリンクとか貼ってもらえるととても助かります。以上かな。まあ、前からやってみたかった、あれですね。ブラックスやって、ヒートガンでやるっていうのは無事ね、成功して、とても喜んでおります。はい。以上でございました。よければチャンネル登録や評価、コメントいただけると嬉しいです。サブチャンネルの方も、登録であったりとか見に来てもらえると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。それでは、バイバイ。